べき級数、数学において、一変数のべき級数、べき級数、あるいは、正級数、正級数、とはの形の無限級数である。ここでは、番目の項の係数を表し、は定数である。この級数は、通常ある、知られた関数のテーラー級数として生じる。多くの状況において、級数の中心、センターはである。 例えば、マクローリン級数を考えるときがそうである。そのような場合には、べき級数は簡単な形になる。これらのべき級数は主に解析学において現れるが、組み合わせ論においても、形式的べき級数の一種である、母関数として現れ、電気工学においても、Z 変換の名の下で現れる。実数の、よく知られた重心表記も、またべき級数の例と見ることができる。 係数は整数であり、引数はに固定されている。数論における進む数の概念も、またべき級数の概念と密接に関係している。べき級数の取り扱いには大きく分けて二つある。四則演算などの代数的性質のみに着目する、形式べき級数と、関数などの解析的性質に着目する収束べき、級数である。数列、A が、 実質的有限列つまり、適当な自然数メートルがあって、n、メートルなら必ず、a、イコール例が成り立つような列であるとき、これを係数列とすることによって得られる、形式べき級数は、実質的に有限個の項からなり、多項式である。多項式に対してはその係数列の有限性から、係数が例にならない、粗字の最大値 MAX、nna 0として、次数で具、 f を考えることができたが、べき級数に対して同じことを考えるとほとんど、全部のべき級数の次数は無限大であり、従って、形式べき級数は、型の上では多項式の次数を無限大に飛ばした類似ものである見ることができる一方で、形式べき級数に対して、次数を考えてもほとんど何の役にも立たないということになる。形式べき級数に対して、 多項式における次数のような役回りを演じるのは、係数が例にならない、添え字の最小値民、NNA 例である。多項式と、形式べき級数との関係は、有理数と実数の無限小数展開及び、P 進む数の P 進む展開との関係の類似であり、実際に、べき級数を有限体上で考えれば、これら類似性は、帯域体とその局所下である。 局所体との関係として一般的に取り扱われる。収束べき級数は形式べき級数にその収束域を考え合わせたもので収束べき級数はその収束域上で関数を定める。特に複素解析において解析関数を取り扱う際に重要な役割を演じる。数列の持つ性質を 母関数によって調べる組み合わせ論的な手法では得られるべき級数が収束することがべき級数に操作を施して得られた数列の性質をすべて肯定することになるため収束性の確認は重要である。にもかかわらず数列にとっては母関数が何らかの意味で収束する点を中心以外にもちさえすればよいので母関数の収束性にそれほど注意が払われる。 こともい任意の多項式は、任意の中心の周りのべき級数として、容易に表すことができる。ただし、係数のほとんどはになる。べき級数は、定義により無限個の項を持つからである。例えば、多項式は、中心の周りのべき級数としてと書くことができ、また、中心の周りではと書け、他の任意の中心の周りのべき級数としても書ける。べき級数を、 無限次の多項式のようなものとみなすことができる。べき級数は多項式ではないが、非可級数の公式はに対して有効であるが、べき級数の最も重要な例の一つであり、任意の実数に対して有効な指数関数の公式や制限関数の公式もそうである。これらのべき級数はテーラー級数の例でもある。不べきはべき級数においては許されていない。 例えば、フォーミュラ10は、べき級数とは考えない、ローラン級数ではあるが、同様に、フォーミュラ11のような分数べきも許されていない、がを参照。係数がに依存することは許されていない。従って、例えばは、べき級数ではない。べき級数は、変数がある値の時には収束し別の値の、時には発散するかもしれない。 のべきによるすべてのべき級数和において収束する。正しい値を得るには数式をと解釈しなければならない。が、唯一の収束点でなければ、必ずなる、ある数が存在して、級数和の時にはいつでも収束し、の時にはいつでも発散する。この数をそのべき級数の収束半径、ラジアソーブコンバージェンスと呼ぶ。一般に収束半径は次で与えられる。 あるいは同じことだが、これは、コーシー・アダマールの定理であり、記号の説明は上極限とか極限を参照。それを計算する早い方法はである。ただしこの極限が存在するときに限る。急数はに対して、絶対収束し、の任意のコンパクト部分集合上一応収束する。つまり、急数は、収束円盤の内部において絶対かつ、コンパクト収束する。 二つの関数とが同じ中心の周りのべき級数で書かれているとき、それらの関数の和や、差のべき級数は交互との加法と減法によって得られる。つまり、であるとき、である。上と同じ定義で関数の積と小のべき級数は以下のように得られる。数列フォーミュラ20は、数列との畳み込みと呼ばれる。序法については、として、上を用い、係数を比較する。 関数がべき級数として与えられると、それは収束領域の内部で微分可能である。それは極めて容易に微分及び積分ができる。各項ごとに扱えばよい。これらの級数はどちらも元の級数と同じ、収束半径を持つ。あるいはの回集合上定義された関数が解析的アナリティックであるとは。 局所的に収束べき級数によって与えられることを言う。つまり、すべてのは、ある解禁棒を持ち、を中心に持つべき級数で、すべてのに対してに収束するものが存在することを言う。収束半径が、正のすべてのべき級数は、その収束域の内部で、解析的である。すべての生息関数は、複素解析的である。解析関数の和や積は、 解析的であり、小も分母が綺麗である限り生息である。関数が解析的であれば無限回微分可能であるが、実の場合には逆は一般には正しくない。解析関数に対し係数和と計算できる。ここでフォーミュラ26和のにおける解微分を表し、フォーミュラ27である。これはすべての解析関数は局所的に テーラー級数によって表されることを意味する。解析関数の帯域的な形は、その局所的な振る舞いによって、次の意味で完全に決定される、とが、同じ連結界集合上定義された2つの、解析関数で、あるもとが存在して、すべてのに対してが成り立つとき、すべてのに対してである。収束半径のべき級数が与えられると、 級数の解析接続を考えることができる。つまりよりも大きい集合上定義され、この集合上与えられたべき級数と一致する解析関数を考えることができる。数は次の意味で最大である級数の解析接続画において定義できることは、決してないような、なる、複素数が必ず存在する。解析関数の逆関数のべき級数展開はを、 用いて決定することができる。抽象大数学において、べき級数の本質を、実数や複素数の体に制限されることなく、また収束について議論する必要なく、捉えようと試みられる。これは、形式的べき級数の概念において、とても有益な概念を導く。理論の拡張は多変数微積分学の目的のために、必要である。 ここで、べき級数はの形の無限級数として定義される。ただしは、自然数のベクトルであり、係数は、通常実数か複素数であり、中心と引数は、通常未あるいは複素ベクトルである。記号フォーミュラ29は、相乗を表す。より便利な多重指数表記を用いて、これはと書くことが、できる。ただしフォーミュラ31は、自然数全体の集合であり、 したがって、フォーミュラ32は、順序付けられたこの自然数の組全体の集合である。そのような級数の理論は、一変数の級数よりもトリッキーで、収束域は複雑である。例えば、べき級数フォーミュラ33は2つの双曲線の間の集合フォーミュラ34で、絶対収束する。これは、ログ突集合の例である。つまりフォーミュラ35が、 上の領域に属するときの天方ミ浦ラ36、全体の集合は、凸集合である。より一般に、のとき、絶対収束領域の内部は常に、この意味で、ログ凸集合であることを示すことができる。一方、この収束領域の内部では、通常のべき級数のときと全く同様に、鉱別に微分、積分ができる。を、べき級数に対する多重指数とする。 べき級数のオーダー。オーダーはなる最小の値と定義される。ただしの時はと定義される。特に、位変数のべき級数に対してのオーダーは、比例係数を持つの最小べきである。この定義は直ちに、ローラン級数に拡張される。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。